ごめんなさい。あ、ちょっと。は？冗談よしましょうよ。何でしょう。そこまでとぼけるんなら、ちょっとそのハンドバッグ開けてもらわなきゃならないな。あなた割と勘でいいわね。ああ、投げ合いで女っ気なしで暮らしたらな、敏感になってるかもしれないよ。ねえ、どうすればいい？あなたまさか警察行こうなんてそんなこと言わないでしょ。考えてんだ今。このまま見逃したんじゃまた誰かやられるしな。相談しましょうよ。船が向こうに着くまでゆっくり考えたらいいわ。さあ。え、隣がりがいてる。金がない、集金の金がない。誰か来ませんでしたか？おい、まさかお前。何お前とは。女房みたいな言い方しないでよ。まだお名前を伺ってなかったんだね。私ね、ユミっていうの。そうっすか。じゃあユミさん、あんたまさか。私はね、だいたい留守の間に人様のもの盗んだりよ。そういう真似はしないのよ。やるんだったらもっと堂々とやりますよ。それでさっきみたいに滅するってこともあるわけですね。いいじゃないの。そういう失敗があってこそよ、だんだん腕が上がってくんだから。まあ、とにかくこれ返すわ。何や兄貴、後輩思ったらナンパの方も生きてるかな。そうじゃねえんだよ。前は販売やり。ねえ、あの人結構しっかりやってるじゃないの。あんたの甘さ見当たらなくてお気の毒様。何よ、感じ悪いな。どうしたの？何でもねえんだよ。何でもいいからあんまり俺のそば寄らないでくれ。しょってるわ。今夜見に行くさかいな。約束やで。うん、きっとよ。ねえ、せっかく知り合いになれたのに残念ね。あんたってすごくモテるのね。うん、まあな。モテる方、バイバイ。お月、あの女ワインとこへ挨拶来よってね。名残惜しそうに抱きつきよってな。モテてモテてしゃあねえ。おう、おめえに金預けっぱなしだったな。モテる面してるよおめえは。あの女これだよ。ちくしょう、あのクソだれやな。よ、ちょっと待って。力仕事は男よ。おい、約束のマリももらおうか。プラス余談も渡してやるよ。マリオをボスが持っているかどうか確認したいな。社長よ、見せてやれよ。よし、お互いの輪に同時に入れるんだ。よっしゃ。
私さっぱりしてこようと思うのよ。晴れた身になったらあなたのこと好きになってもいい？それまずい。考えてんの？え？いや、俺は頼まれると嫌って言えないたちだからよ。じゃあ行ってくるわ。